カムスターマヤですはい、今日一日はどうでしたか？楽しかったですか？何をしましたか？私は日曜日と月曜日は休みなので、日曜日と月曜日には英語のバイトをしています。はい、他のところで英語を教えています。はい、今回のレッスンはマシャドン何々です。マシャドン何々です。マシャドンというのは日本語で言うと何々すぎるって意味ですよ。例えば暑すぎる、美味しすぎる、可愛すぎるのすぎるです。はい、でマシャドンの後には日本語と同じように形容詞が入ります。いいですか？マシャドン何々です。いいですか？はい、他の言い方があるんですよ、実は。または他の言い方の順番があります。でもそれはちょっと難しいと思うので、今回はこれだけを覚えましょう。はい、これがマスターができてレベルが上がったら、後でまたその他の言い方の順番、または他の言い方を教えます。はい、マシャドン何々、マシャドン何々です。いいですか？はい、では単語の紹介に行きたいと思います。はい、では今回の単語を紹介します。マアンハン、マアンハン、マアンハンです。マアンハンというのは辛いのことです。マアンハンというのは辛いのことです。辛いはスパイシーという意味ですね、日本語、英語で言うと。はい、次はまたばん、またばん、またばん、またばんです。またばんというのは味が薄いという意味です。いいですか？またばん、またばんです。はい、で3番目3番目はまあしん、まあしん、まあしん、まあしんというのは酸っぱいのことです。まあしん、酸っぱいです。sour のことですね。いいですか？もう一回発音をします。まあんはん、まあんはん、辛い。またばん、またばん、味が薄い。まあしん、まあしん、酸っぱいです。はい、2枚目いきますよ。まいにっ、まいにっは暑いです。前に習ったことがありますね。まいにっ、暑いです。次はマハル、マハル、マハルは高いです。値段が高いです。expensive のことですね。はい、6番目はバゴ、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 バゴというのは新しいのことです。new です。マイニッ、暑い、マハル、高い、バゴ、新しいです。はい、では行きますよ。次にまたミス、またミス、またミスというのは甘いのことですね。甘いのことです。スイートです。はい、で次はマアーラッ、マアーラッ、マアーラッ、マアーラッというのは塩辛いです。ソルティです。マアーラッです。で最後はマパイト、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 マパイトは苦いのことです。ビターですね。マパイトです。はい、単語はこれで終わります。次は例文の方に行きたいと思います。はい、では例文の方に行きたいと思います。私は例文の6つ作りました。1、2、3、4、5、6、はい、6つですはい、会話式の例文を作りましたので一緒に読みましょう。はい、始めますよ。はい、まずこれです。A. Mahilig ka sa Korean food? Mahilig ka sa Korean food? Korean food は英語ですね。本当はフィリピン人はタグリッシュ、上の人だったらタグリッシュ、タガログと英語を混ぜて喋る時が多いんです。いいですか？で、南の方とかにいたら、例えばダバオ、私住んでるところダバオとどうかな、セブにいたらビサヤ語と英語とタガログを混ぜて喋る時が多いですはい、紹介しただけです。はい、もう一回いきますよ。マヒリカサコリアンフード、韓国料理があなたは好きですかって意味です。あなたは韓国料理が好きですかです。マヒリカサコリアンフード、マヒリカ sa Korean food. De, B no hito, hindi, ya, hindi. Masyadong maanghang. Masyadong maanghang. Karasugiru desu. Karasugiru desu. Ii desu ka? Karasugimasu. Karasugiru desu じゃなくて、karasugimasu. いいですか？はい、masyadong maanghang です。もう一回言いますよ。A の人、mahilig ka sa Korean food? 韓国料理好きですか？ B、hindi, ya, masyadong maanghang 辛すぎます、辛すぎますです。いいですか？簡単ですね。はい、2番いきますよ。A の人、pupunta ka sa kaarawan ni Maya? Pupunta ka sa kaarawan ni Maya? Maya のにはのですね。マヤの誕生日にあなたは行きますか？マヤの誕生日に、または誕生日パーティーにあなたは行きますか？です。もう一回発音します。Pupunta ka sa kaarawan ni Maya? で、B の人。Hindi. Ya. Masyadong busy sa opisina. Masyadong busy sa opisina.マシャドンは過ぎる。BC は英語の BC ですよ。忙しいです。で、さはで、で、オピシーナはオフィスです。オフィス、オフィスのことです。オフィスで忙しすぎる。いや、です。いいですか？で、マシャドン BC さ、オピシーナ。もう一回読みます。Pupunta ka sa kaarawan ni Maya? Pupunta ka sa kaarawan ni Maya? Hindi. Masyadong busy sa opisina. Hindi.Masyadong busy sa opisina です。はい、3番目 A の人、masarap ang sinigang, masarap ang sinigang です。シニガンはフィリピンの酸っぱい、とても酸っぱいスープです。でも美味しいんです。食べてください。はい、食べてみてください。masarap ang sinigang, masarap ang sinigang シニガンは美味しい、シニガンは美味しいです。B の人、おおはい、ペロ、ペロはでものことです。でも、マシャドンマアシン、ペロ、マシャドンマアシン。はい、おいしい。でも、酸っぱすぎる。酸っぱすぎます。いいですか？もう一回読みます。マサラパンシニガン、シニガンはおいしい。B の人、おおはい、ペロ、マシャドンマアシン。でも、辛すぎる。違います。辛いじゃない。酸っぱすぎる。です。いいですか？はい。4番目いきます。A の人。Gusto mo si Nina? Gusto mo si Nina? ニーナが好き？ニーナが好き？あなたはニーナが好き？です。で、B の人。おお。はい。ペロ。でも。Masyadong maganda。綺麗すぎる。Si Nina。ニーナは綺麗すぎる。para sa akin 私にはニーナが綺麗すぎるという意味です。マシャドンマガンダシニーナpara sa akin ニーナのことが好きだけどニーナは綺麗すぎるから私に見合わないという意味です。だから無理って感じですね。もう一回いきますよ。A の人 Gusto mo si Nina? B おお pero masyadong maganda si Nina para sa akin masyadong maganda si Nina para sa akin です。5番目 A の人 bibili ka ng bagong bag bibili 買う未来形かはあなたでなんはをですねでバゴンというのは新しいですねバゴでもバゴの後にはバグ名詞があるのでで、O は、なんていうかな、母音なので、エンジをつけました。バゴンバグになります。バゴンバグになります。つけない、つなげないといけないので、エンジをつけないといけないです。ビビリカナンバゴンバグ。ビビリカナンバゴンバグ。あなたは新しいカバンを買いますか？で、B、ヒンデ、いや、マシャドンマハル、アングストコ。Masyadong mahal ang gusto ko. Masyadong mahal wa takasiru ですね。で、gusto ko というのは私の好きなのはとっても、まあとってもでもいいし、まあ高すぎる。だからヒンデです。ヒンデ、masyadong mahal ang gusto ko。いや、私の好きなのは高すぎるです。高すぎるっていう意味です。はい、最後の例文。A の人、pupunta ka sa namba ngayon? Pupunta ka sa namba ngayon? Pupunta, 行く、未来形。か、あなた、さ、に、namba? Namba? Ngayon は今日、または今。はい、今日、nambaに行きますか？pupunta ka sa namba ngayon? で、B の人、hindi、いや、kasiは前に習ったことがありますね。何々からって意味です。Masyadong mainit sa labas。Masyadong mainit sa labas。Masyadong mainit というのは暑すぎるって意味ですね。Masyadong mainit。で、さあ、labas は、labas というのは外です。で、さは、でですね。外では、とても、または、暑すぎる。とてもじゃなくて、いつもとても言いますけど、もう一回言いますね。外では暑すぎるからです。はい、外では暑すぎるからです。で、hindiですね。もう一回言いますと、pupunta ka sa namba ngayon? Pupunta ka sa namba ngayon? 今日ナンバに行きますか？で、B、hindi、いや、kasi masyadong mainit sa labas。だって、外では暑すぎるからです。いいですか？はい、はい、では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。どうでしたか？簡単でしたか？難しかったですか？早かったですか？質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。また次のビデオで、paalam po at maraming salamat!